収まって係が離れました。スタートしましたとばらついたスタート、好スタートは6番のポリーフォリアが切りました。まず飛び出していきます。内から促して2番のクレッシェンド、差を詰めていって今1馬身差、さらに12番のタスティエーラ、こちらが2番手に上がっていきました。さあ先頭6番のポリーフォリア、2番手体半分で12番タスティエーラ向こう上面に出ています。2馬身相手5番のガレストロ、そのうち2番のクレッシェンド、3番手2頭、1馬身差13番 SC ルージュが続いています。その後1馬身相手8番のデッドリー、インコースは3番のアポテカ、外は15番来航の奇跡が続いた中段の前、この馬群の中に9番のオールマイデイズ入って残り1200を切りました。そのうちから7番のネイビー並んでいきます。あとは1馬身1番のステラデルシエロ、中段のインコースで3コーナー回ります。その後促して10番ラレーヌデリス、3コーナー1000メーター切りました。2馬身相手4番ライルアケカイ、後方集団外は14番オセアフラッグ並んでいって、あとは3、4馬身切れました。16番のペリプルス後方から2頭目、11番ドーバーホーク最後方です。前は3、4コーナー中間、4コーナーカーブにかかります。先頭6番のポリーフォリア、リードがなくなって並んでいった、ピタリと並んで12番タスティエーラ、第4コーナーカーブ、これから直線コースに入ります。その後ろ13番 SC ルージュ、今3番手、その内を狙って5番のガレストロ、さあ外の追い込み勢からは15番来航の奇跡が上がってくる。残り400を切って坂を上がって、今度は先頭12番タスティエーラに代わって坂を上がる1馬身のリード、これを追って内からは8番のデッドリーを追い込んで、その一歩前には5番のガレストロ、2番手争いに外からは9番のオールマイデイズ、さらに外から10番ラレーヌデリスが追い込んでくるが、突き放した12番のタスティエーラ、リード3、4馬身、2番手接戦、タスティエーラゴール、2着変わったか、10番ラレーヌデリス、内は5番のガレストロ、2着争い、この2頭並んで接戦ですが、10番のラレーヌデリス、わずかに最後2番手に上がったか。